ツールド・フランス2005は、ツールド・フランスとしては92回目の大会。2005年7月2日から7月24日まで、全21ステージ、全行程 3596.5km で行われた。グランデパールは、フランス中西部海岸のフロマンティーヌで、プロローグは、大陸のスタートからすぐにノアールムティエ島に、入り道島内を進むコースとなった。以後は、 フランス国土を東に進み国境を越え、ドイツへ。その後アルプスピレネー、中央3階の順に、山岳ステージを消化し、パリシャンゼリーゼを目指す。19km で争われたプロローグでは、前年のプロローグ覇者であるファビアン・カンチェラーラは、優勝には届かなかったものの、新人賞を獲得した。カンチェラーラを抑え優勝したのは、デビット・ザブリスキーで、 史上初のツール7連覇を目指すランス・アームストロングをわずか2秒差でかわし、初日マイオ・ジョーヌの栄光を手にした。ツール序盤恒例のスプリント争い。開幕戦を制したのは今年パリ・ルーベとロンドファン、フランデレンを制した、校長のトム・ボーレン。続く、第3ステージも制止、2連勝トライバルを寄せ付けない。第4ステージのチームタイムトライアルではアームストロング。 率いるディスカバリーチャンネルが CSC に2秒差をつけ優勝。ここで大本命アームストロングにマイヨが移った。また、55秒差の総合2位には、ジョージ・ヒンカピー、1分14秒差の同5位に、ホセルイ・スルビエラ、1分16秒差の同6位に、ヤロスラフ・ポポビッチ、1分26秒差の同8位に、ベンハミン・ノバルト・ディスカバリーチャンネルは、盤石の体制を築いた。 再開したスプリント合戦ではロビー・マキュアンが暴年を抑え勝利。第6ステージではアレクサンドル・ビノクロフと共に抜け出したロレンツォ・ベルヌッチが優勝。ビノクロフはステージ2位に入り総合でも3位に浮上。翌日のゴールスプリントはマキュアンが優勝し2勝目を挙げた。ドイツからフランスへ戻る第8ステージではピーター・ウェーニングがアンドレアス・クレーデンをスプリントで破り優勝。 27秒遅れのメイン集団の先頭を取ったのは、アレハンドロ・バルベルで、アームストロングは20位でステージを終える。翌日に行われた第9ステージでは、ミカエル・ラスムス戦が圧勝。3分4秒遅れのステージ3位に入ったイエンス、ホイクトが、総合首位に立つ。今大会最初の頂上フィニッシュとなった第10ステージ。ラストの上りでのディスカバリーチャンネルの強力な、 牽引により、イヴァン・マヨ、ホセ・バ・ベロキ、ビノ・クロフといった選手が脱落。最後のアシスト、ポポビッチによる牽引で、アームストロングの集団は、アームストロング、ラスムスセン、バルベルデ、フランシスコ・マンセボ、イヴァン・バッソ、カデル・エヴァンスに絞られ、ヤム・ウルリッヒや、フロイド・ランディス、リーバ・イ・ライプハイマー、クレーデンらはここで遅れてしまっていた。その後、さらに、バッソとエヴァンスが脱落。 戦闘は4人になる。残り 1km でラスムス戦がアタックするも不発に終わる。そして、マンを時してアタックしたアームストロングについていけたのは25歳のバルベルデのみ。アームストロングはスプリントせずバルベルデが区間優勝を果たし新人賞に袖を通した。アルプス2日目の第11ステージ、昨日大きく遅れたビノクロフがマドレーヌ峠で オスカル・ペレイロ、サンティアゴ・ボテイロと共に、戦闘集団を形成。下りで、エゴイ・マルティネスも追いつくが、続く、テレグラフ峠で、あっさりと遅れる。戦闘は再び3人となり、テレグラフ峠の山頂を通過。そして、ガリビエ峠へ突入。上りでペレイロとボテイロが遅れ出す。ボテイロは踏ん張って42秒遅れに止め、下りで追いつくことに成功し、 協調体制を築き集団から逃げ切る。スプリントでビノクロフが1秒差をつけ優勝。これにより総合12位に浮上。フランス革命記念日に行われた第12ステージ。レース序盤にボーネンがリタイア。ポイント勝招位はドルフースホフトに移動した。逃げ13人を追うメイン集団ではマヌエル・ベルトランが落ち車しリタイア。 ディスカバリーチャンネルはアシストを失ってしまう。その後の2級三角でダビ・モンクティエがアタック。後続は牽制気味となり、フランス人・モンクティエがフランス人によるフランス革命記念日勝利を挙げた。第13ステージは久々の集団スプリントとなり、昨日新さを舐めたマキアンが優勝。フースホフトとのポイント差を22ポイントまで縮めることに成功した。 第14ステージでは34歳、デオルク・トーチニヒが、オーストリア人として1931年以来、史上2人目のステージ優勝。メイン集団では、ウルリッヒや、ラスムッセンらがアタックするもアームストロングは反応せず。マンセボがラスムッセンを捉えたところでついに、アームストロングがアタック。ウルリッヒ、バッソラの集団へのジョイントを成功させる。最後の一級三角で、 アームストロング、バッソ、ウルリッヒが抜け出す。バッソが何とか逃げようとするがアームストロングは離れず。痺れを切らし、ウルリッヒがアタックするが、直後にアームストロングもアタック。バッソは続いたが、ウルリッヒは遅れてしまう。アームストロングは、ステージ2位に入りリードを拡大。ピルネ2日目の第15ステージでは、アームストロングのアシストであり、名優でもあるヒンカピーが、 ペレイロとの一騎打ちを制して優勝を果たす。アームストロングはバッソと同タイムでフィニッシュ。ウルリヒは1分24秒を失ってしまう。翌日ペレイロはハビエル・サンリオ、エディ・マッツォレイにエバンスとのスプリントを制し、見事に昨日の雪辱を果たす。アームストロングは36位でフィニッシュし、オを堅守する。第17ステージでは、 最終的に22分以上のタイム差をつけての逃げ切りが決まる。ステージ優勝はクルトアスル・アルベセンを下した同年のジロでイタリア覇者パオロ・サボルデッリが獲得。中央3階を舞台にした第18ステージはラ・クロワ・ヌーブへの頂上フィニッシュとなり10年前同地を制したローランジャ・ラベールのかつてのチームメイトマルコス・セラーノがセドリック・バスールと アクセルメルクスに27秒差をつけ優勝する。メイン集団もら、黒はヌーブで、セレクションがかけられ、アームストロング、バッソ、エバンス、ウルリヒとなる。ラスムスセンはここで遅れてしまい、ウルリヒとの差が2分12秒に縮まってしまう。第19ステージは、戦闘4人の中から、残り 1km で飛び出したジュゼッペクエリーニが、追走20秒の差をつけ、逃げ切り勝利を獲得。 勝負の第20ステージは、55. 5 5 5トルの個人タイムトライアル。暫定総合3位のラスムスンは、コース途中に設けられていたロータリーで落ち者。すぐに走り出すも、その後何度もメカトラブルに襲われてしまう。ウルリヒは、ビノクロフのマークしていたトップタイムを53秒更新して、暫定トップタイムを樹立。総合2位バッソは後半失速。この日だけで、 ウルリッヒから1分31秒を失ったが、総合2位の座を確保。そして、アームストロングは、ウルリッヒのタイムを23秒も更新する異次元の走りを披露し、今大開発のステージ優勝を挙げた。ラスムス戦は、バッソとアームストロングにも抜かれ、アームストロングから7分47秒遅れのステージ77位に沈み、総合7位にダウン。 しかしながら山岳賞獲得を確定させた。最終日、シャンゼリゼ、コンコルゾ広場の石畳を利して、猛烈なアタックを仕掛けた総合五位のビノクロフが、集団から逃げ切って、近年では全く見られない、最終日逃げ切り勝利を決めた。アームストロングは、ステージ118位でフィニッシュ。これで、ツール史上初の総合7連覇を達成した。ありがとうございます。